はい、こんにちは。日頃、ご視聴ありがとうございます。茶番にもね、付き合っていただいて本当ありがとうございますね。皆さんのお住まいの地域のスモもどうです？調子は。かなり花早いですね、今年ね。ちょっとどころじゃないか。もうかなり早いですね。僕のいるね、この山梨の真ん中ら辺なんですけれども、今日3月22日で、木をか、もう満開になりました。他の品種、ソルダムとかも、もうほぼほぼね、9割方、もう満開になっちゃってるんで、なんか全ての品種がバーッと咲いたっていう、なんかそんな感じですね。今年暖冬でしたからね。まあこんなに早いのはちょっと僕も初めてなんで、やっぱ去年みたいなね、遅霜にならなければいいなとは思ってますね。受粉作業ね、効率的にやる方法なんですけれども、一番いいのはね、散り際。遅い時に一回やるっていうのが一番いいです。っていうのも、花のね、こう、雌しべあるじゃないですか。雌しべの先端がこう、だんだん湿ってくるらしいんですよ。で、そこに花粉がつきやすくなって、で、48時間後だったかな、こう、下の方まで到達して、受精成功。結実成功っていうふうに、そういうふうになりますんで、なるべくね、こう、遅め。だけど、まだやらない、よし、やるぞっていうなった時に、こう、雨が降っちゃったりとかね、今日みたいな、こう、強風が吹き荒れてる時だと、ちょっとやっぱ良くないコンディションじゃないですか。だから、なるべくだったらね、まあ、満開、ちょっと前ぐらいからね、やっていった方が、こう、安心、なんか眠れる夜を過ごせるっていう感じになると思うんで、そうですね。うまくその辺見極めながらやっていきましょうね。で、やっぱね、気温の高い日。で、なおかつ、気温の高い時間帯っていうのが一番受精率高まります。なので、やっぱね、こう、受精率が、ちょっと悪いやつ。木曜とか太陽。こういうのは、3回ぐらいやりたいじゃないですか。そういう品種は、この、いいコンディション、いい時間帯の時にやって、で、気温の低い日、曇りの日、で、朝夕、そういう時間帯は、大石とかソリダムとか、そういった品種をね、受粉するように僕はしてます。なので、もしね、こう、なんか、他の作業で、ちょっと手が回らないよっていう場合は、ちょっと参考にしてみてください。ね、きっとね、スモモだけじゃないと思いますしね、野菜とかいろいろ他の果物やってらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、ね、育児、家事とかね、いろいろあるじゃないですか。ね、人それぞれね。で、やっぱこう、強風みたいなね、そういう日もね、ちょっとね、やっぱコンディション悪いんですよ。花粉が飛んでっちゃうっていう農家さんもいるぐらいなんですけれども、僕はね、毛畑についてるから大丈夫だろうって思っちゃう派なんで、強風の日でも、なるべくね、こう、雨降ってないよりはマシだから、どんどんやっちゃってます。でもね、今日の強風はちょっと考えさせられますね。もうね、もう、今日から僕受粉作業し始めたんですけれども、もう毛畑こう、ふわふわになってるのが全部ね、こっち側になっちゃって、全部こっち側になっちゃって、こう、あれうまく受粉できないよって風になっちゃうから、これよりはね、ちょっと、トウモロコシ、まきに行こうかなとかいろいろ考えちゃいますね。まあそっちもね、早めにまいちゃうと遅霜が心配なんで、いろいろ考えさせられますけど。皆さんのお住まいの地域のね、スモモの状況、よく観察してもらって、で、たとえね、こう、遅霜になって、花びらがここ茶色くなっちゃった。あ、もうダメだ。っていうふうに思わずに、そのね、花びらが茶色くなってても、よーく真ん中のね、雌しべ見てもらえるとわかるんですけれども、こう、黄緑色になってればね、それ生きてますんで、大丈夫です。その真ん中のね、雌しべが茶色くなってたら、もうそれちょっと完全にアウトなんですけれども、もうパッと見、あ、茶色くなっちゃったってなっても、それでもね、こう、パタパタやってれば、生き残ってるやつが、結実して、普段通りのね、こう、収量を確保できるかなって僕は思ってます。うまくね、皆さんの大切なスモモの木とか、よく見ながら、受粉作業、これからお互いやっていきましょう。はい、うちのスモモの今はこんな感じです。はい、スモモの今でした。終わります。